経営計画2021のキーワードはエクセキューション、実行です。経営計画2018で構築した基盤を経営計画2021で発展させ、確実に実行し、成果へと結びつけることを最重要課題としています。2011年に会社の10年予想を立てた際、当時の主要戦略を継続していると研究開発の生産性が落ち、会社は負のスパイラルに落ちるという危機感を感じました。つまり泌尿器、臓器移植後の免疫抑制といった特定の疾患領域で薬を開発し続けるビジネスモデルであるグローバルカテゴリーリーダーモデルとは異なる新しいビジネスモデルの構築が必要であると提言しました。その中で考え出されたのがフォーカスエリアアプローチです。経営計画2018からはこのモデルを大きく掲げるとともに、経営資源を最優先に投入して研究開発を行うと約束し、実行してきました。その結果、経営計画2018では2020年代半ば以降の当社の屋台骨を支える革新的な治療薬を生み出すための土台を構築できました。実際、非臨床ステージの終盤から早期臨床ステージにかけて様々な種類の広報化合物を持つことができ、2025年までに約30のプロジェクトで有効性を検証できると見込んでいます。まず人事施策の話からしましょう。アステラスのモットーは適所適材です。グローバルでの業務を担う一定以上のポジションは、国籍、性別、年齢を問わず最適と思われる人材を登用します。よって全従業員は興味のあるポジションに立候補することができます。研究は我々が 3B 戦略と呼ぶやり方で実行されます。 3B はベストサイエンス、ベストタレント、ベストプレイスです。つまり最先端の科学が見出される場へと自ら赴き、世界のトップを走る方々と最適な環境で研究活動を展開することで、革新的な新薬の創出に取り組もうというものです。またバイオベンチャー企業をモデルにした機動的な創薬オペレーション体制を整えています。つまり研究機能ごとにグループを作るのではなく、創薬ターゲットごとにユニットを形成しています。その創薬ターゲットに対して強みを持つメンバーが集い、いち早く有望な薬剤候補を次の研究臨床段階へ進められる自律的かつ柔軟な組織を作っています。臨床開発はグローバル同時開発を基本とします。製剤技術は求められるすべてのモダリティに対応できるよう技術を蓄積してきました。営業体制は2019年に改革し、地域独立型からグローバルで一貫性のある製品戦略を策定実行できるようになりました。また自社にはない能力、研究シーズ獲得のために長年磨いてきた目利き力もアステラスの強みです。我々は未開拓の領域で挑戦することを決めました。すでにいくつかの治療方法が確立されている疾患領域で新薬を開発するのではなく、現時点で有効な治療手段がない疾患、もしくは既存の治療法では満足な結果が得られない疾患に対して新薬を作る努力をしていきます。近年経営資源を集中的に投下している細胞医療、遺伝子治療の分野です。この分野で製品化に成功すれば、根本的な治癒を患者さんに届けられるようになる可能性があります。新たな治療法を届けることで、患者さんご本人への貢献はもちろん、その周りで支えるご家族、介護する方、医療現場、そして社会全体に大きな価値をもたらすと考えています。変化する医療の最先端に立ち、科学の進歩を患者さんの価値に変えるというビジョンの実現に向けて、アステラスはさらなる進化を遂げていきます。